サニハルナカイタは、ナイジェリアカの出身のサッカー選手。元ナイジェリア代表、ロバニーエメンパロセウラに所属。ポジションはミッドフィールダー。ナイジェリアのカノピラーズ FC でキャリアをスタートさせた。2005年に、オランダのスパルタロッテルダムへ移籍した。2008年9月、フランスの AAS、モナコに移籍したが、出場機会は少なく、2009年1月13日に、 ロシアの f c クバンクラスのダールへ、レンタル移籍し、同年8月25日に FC ローコモティフモスクワへ、レンタル移籍し、2010年2月25日に FC アラニアウラジカフカスへ、レンタル移籍した。2006年にナイジェリア代表代表デビューを果たした。アフリカネーションズカップ2006、アフリカネーションズカップ2010のメンバーに選ばれた。 2010フィファワールドカップの代表メンバーに選出されたがグループリーグ第2戦のギリシャ戦においてバシリストロシディスへの報復行為で多情となり1から2の逆転負けを招いたユース代表では2005フィファワールドユース選手権に出場し準優勝に貢献した2008年には北京オリンピックに出場し銀メダル獲得に貢献したありがとうございます